加藤康弘は毎日放送の元アナウンサーで、ディプラムアナウンススクールの代表。MBSA の在籍中には、2011年7月から6年間、アナウンスセンター長を兼務した後に、2017年7月から1年間事業局で、コマース事業部長を務めていた。早期定年退職後の2020年からは、南気象予報士事務所にも所属。 北海道小樽市での出生後に愛知県終わり朝旭市で生活。日本各地のラジオ局に向けて受信状況を報告したり、報告を受けたつぼねが発行するベリカードを集めたりするほど、学生時代にラジオ番組を愛聴していたことがアナウンサーを志すきっかけになった。早稲田大学第一文学部への進学後は、学内の劇団で演劇に熱中する一方で、 東京アナウンスアカデミーでアナウンス技術の基礎を積んでいた。同アカデミー経由の依頼で毎日放送以外の民放テレビ局が制作した2時間ドラマにニュースキャスター役でワンシーンだけ出演したこともある。また、同じ学部に在籍していた福沢明とは在学中こそ交流がなかったものの在京キー局への就職活動を通じて面識があったという。 ちなみに、毎日放送の放送対象地域である関西地方と無縁だった加藤が同局のアナウンサー試験を受けたのは東京アナウンスアカデミーにカウンセリング担当の職員として勤務していた長井ジョー時の強い勧めによる。実際には TBS のアナウンサー試験も受験。TBS での選考にも 途中まで残っていたが、男性の新人アナウンサーを求めていた、当時の毎日放送アナウンサー室長、藤本英二から TBS への要請を経て、毎日放送に採用されたという。くしくも、毎日放送への入社が内定していた1987年には、同期で採用された岩木純子と共に、TBS 制作のクイズ番組、クイズダービーに出場者として登場している。 大学卒業後の1988年4月1日付で、岩きと共にアナウンサーとして毎日放送へ正式に入社。アナウンサー以外の同期入社組に、テレビ番組プロデューサーの本郷義弘、中野真嗣がいる。入社後は、4時ですようだ、夕方チャンス。MBS ヤングタウンなどの若者向け番組への出演を経て、1994年9月から6年に、 渡って、MBS now のキャスターを務めた。MBS now の終了後も、毎日放送ラジオ報道部が制作する、報道、情報番組や、ちちんぷいぷいを中心に、テレビラジオを問わず長らくニュースキャスターを担当。早耳ラジオ、水野明子です以降にニュースキャスターを務めた、ラジオ番組では、主なニュースの解説など、いわゆる、ニュースデスクに相当する役割も担っていた。 その一方で、毎日放送アナウンサー室が1995年から毎年開催している朗読イベントには、第2回から第30回まで10時。出演しない回でも企画や運営に携わっていた。お話夢広場の第3回公演では、日本国内の舞台作品で初めて、嵐の夜にの朗読を実現。2005年に、 東方で公開されたアニメーション映画版では、毎日放送が出資した関係で、後輩アナウンサーの上泉雄一と共に、声優としてワンシーンに出演した。2011年7月からは、アナウンサーとしての活動を続けながら、毎日放送アナウンサー室のアナウンスセンター長へ、就任。就任の直後には、この年に、新卒で一般職として採用された。 福島徹慶系を自身と同期で入社した人事部長からの推薦でアナウンサー室へ受け入れた。2017年6月の人事移動でアナウンサー室を離れるとともにアナウンサーセンター長退任。事業局のコマース事業部長として星帯などのテレビショッピング番組に携わっていた。ただし、移動前に収録されたナレーションやラジオ CM の一部は移動後も放送。 2018年4月20日には、アドリブラジオのパーソナリティとして、移動後初めて生放送番組へ登場した。2018年6月の人事移動で、アナウンサー室に復帰。翌7月からアナウンサーとしての活動を再開すると、2018年度の、ナイターオフ期間には、アナウンサーとしての福島の冠番組である、次は新福島。第2章イコール芽生え。 イコールの火曜日でニュースキャスターを務めた。2019年4月30日付で毎日放送を早期定年退職。退職を初めて公表したのはことの肌大30回公演で大鳥にあたる最後のお便りでは自身の年代やキャリアと重なる主人公の寺田武氏に噴しながら朗読を披露した。 同局のアナウンサーとして最後に出演した番組は2019年4月19日未明に生放送のアドリブラジオ東京アナウンスアカデミーで長いからボランティアで直々に自己 PR フリートークの指導を受けた経験や毎日放送アナウンサー室の管理職として若手アナウンサーの育成に長らく尽力した経験をもとに同局退職後の2020年からはアナウンサーを 志す、大学生、大学院生にアナウンス技術を教えている。当初は、産経学園の大阪校で、大学生、大学院生向けアナウンス講座の講師を務めるだけで、あったが、後にこの講座と連携させる方式で、ディプラムアナウンススクールを設立。さらに、気象キャスターの育成にも携わる関係で、南気象予報士事務所にも席を置いている。ちなみに、 同事務所は毎日放送報道局気象情報部との間で気象予報士の専属契約を結んでいるが、加藤自身は気象予報士の資格を保有していない。いずれも出演の時点で勤務していた毎日放送が制作に出資した作品。加藤康弘アナウンサーのブログアスなロ詳細は不明だが毎日放送へ入社した1988年に放送。 ハット後の2005年にフリーアナウンサーへ転身すると、ジャパン 47CH でレギュラーを務めるなど、毎日放送東京支社制作の全国ネット番組に随時出演。卒業生のうち、毎日放送アナウンサー時代の直属の部下に、現在も同局のアナウンサーである松本舞子がいる。テレビ朝日報道局記者の松井康志信が、 テレビ朝日アスクマネジャー時代の2009年2月4日に公開した長いの不法記事を参照。地上波では1987年11月7日、TBS チャンネルでは2005年8月1日8日に放送。後輩アナウンサーの西安氏が自身のツイッター公式アカウントから2017年6月29日付で発信したツイートを参照。MBS ヤングタウンでは 番組内のニュース担当時代にアカシアさんまとクロストークを展開していた。第2弾では1998年元日のニューイヤー駅伝内で自身が担当する予定だったローカルニュースの時間帯でニューススタジオのキャスター席から離れている間に無人のスタジオの映像が流れたというエピソードを明かした。ありがとうございます。